ベラルーシがアイルランドの旅客機を強制着陸させ、搭乗していた反政権派のジャーナリストを拘束した問題を受け、EU ・ヨーロッパ連合は24日、首脳会議でベラルーシ航空機による EU 上空の通過や域内での離着陸を禁止するなどの制裁措置を課す方針で合意しました。また、EU 各国の航空各社に対しても、ベラルーシ上空を飛ばないよう要請しました。共同声明では、強制的な着陸や搭乗していた反体制派のジャーナリストら2人の拘束を強く非難すると表明し、即時解放を要求しました。